はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、車の中から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、病院に来ております。先週の続きということでね、肺炎の経過観察として白血病の病院に来ておりますね。ちょっとややこしいんですけどね、まあその今日病院に来てるのもですね、まあ一回こう病院にね行ったら皆さんもよくあると思うんですけどもね、先生から言われるね、じゃあ1週間後にまた来てくださいというそのあれですね、病院あるあるでございますよ。なので、まあ、素直にやってまいりました。しかしね、こう大体の患者さんはね、お薬をもらうと体はねやっぱ回復して元気を取り戻しますので、大体の人はねもうあええか言うて行かない人が多いんですけどもね、あのね、持病持ちは一味違います。そううまくはいかないんですよね。まあ先日もね申し上げましたようにですね、持病持ちのね、というのは、まあ、持病があるわけじゃないですか。だからその持病がね悪化するのが怖いんですよ。だからね、しっかりとね先生の言うことをねこう聞いてね、いいこと聞かなければなりません。でもまあおかげさまでね、すっかり良くなってきましてね、もうこの声とか聞いたら分かるでしょ。でね、咳込んでへん感じ、咳込みはまあしますけどもね、もうおかげさまで元気なんですよ。だからその 先週ね、前の週の、血液検査と CT のね検査結果をもとに薬を処方してもらって、それをねしっかりと飲んでましたので、僕はこれはもうすごくね、ラッキーなことだと思います。薬が効いてよかったなって感じなんですけどもね、もうほんまにね喉も胸も痛くないんですよ、本当に。それにね、実は熱も上がってたんですけどもね、そのね、熱が上がって頭痛くてしんどいなとか、体がめっちゃ熱いわっていう心配もありませんし、解熱剤もね飲まなくても済んでます。がしかしですね、油断はできません。まあ油断というのはですね、持病持ちの我々だけじゃなくてね、健康的な皆様ね、健康的な皆さんであってもこれ同じことがね言えますよね。きっとね、たくさんの人たちがこのゴールデンウィークね、終わりましたけどもね、ゴールデンウィーク中というのはいろんなところにねたくさんの方が外出されたことでしょうし、で、まあケースバイケースでね、マスクの着脱する人はする、しない人はしないっていうのがあったはずなんです。でそれにね、テレビのニュースを見ててもね、やっぱりね、羽田空港とかね、成田空港、関西空港とか、まあ、いろんな空港あるじゃないですか。あと新幹線のね、東京駅、新大阪駅とかでですね、インタビュー、ね、されてるんですよ、皆さんね、マイクでね、どちらへ行かれますか、でね、何泊ですかとか、で帰ってきた時の子供ちゃんたちにね、どこに行ってきたのっていうふうにマイクに向けられて、よく聞いてたりするんですけどね、そんな子たちもね、マスクしてる人としてない人が、やっぱね、もう、おったんで、もう半々ぐらいでね、1対1、なんていうんだろうな、もう半分半分ぐらいでおったんでね、いましたので、まあそのね光景を見ると、これは油断というものに紐づいてしまうではなかろうかと思うんですよね。ね、だから、あ、油断してんじゃろこいつもっていうふうに僕はね思ってしまうんですよ。まあね、人それぞれやからね、思うだけでやって、思うのは自由なんでね。で、マスクね、今、せえへん人らも自由なんでね。まあ、自由なんでいいんですけども、ね、それに、今日から、今日8日でしょ ?8 日でしょ ?5 月8日でしょ?だから、新型〇〇というものは、第5類に変更になって、季節性のね、
感染症インフル的なものと同じようになりますから、この、ね、世間病院人そのね、もう日本中の人たちがその新型まるまるに対する扱いの手厚さといいますか、これまでの丁寧な扱いからまあ雑ではないんでしょうけども、ちょっと緊張感がなくなるんちゃうかなと思うんですよね。もうだってあんなにね猛威を振るっていたやつらですけど、これらはね、これからはねこいつらの予防接種でもねできてくれるんやったら、まあまだねこれまでのインフルと同じようなこのイメージっていうのをね持てるんでしょうけどもね、まあ、どうなんでしょうね。まあインフルも新型まるまるの感染予防対策っていうのをね厳重にしてる頃っていうのはものすごくねインフルの感染数って減ってたじゃないですか、少なかったでしょう。でもまあこれね今後のこの、油断が重なっていけばまたインフルもね増えてくるかもしれませんよね。いやなこれ なってる自分がね、 A、B もなってる自分がね言うのも、まあ、なったからこそ言えるんですけど もほんまに嫌ですよね。だって、まあ、僕はね あんまりこの外に出ないんで、もらうことはまあないんですけども、僕から発症することもまあないやと思うんでしょうしね、まあ嫌やなって言っててもしゃあないのでね、まあ、できることはねやっぱ引き続きねやっていきます。はい、でまたこうしてね、白血病とは関係ない日に病院に来ることになってしまうじゃないですか。そうなったらもうそれはね避けたいんですよね。結構めんどくさいしね、まあでも、なんていうの、でも関係なくはなくなってきてしまってるんですけども、だから関係なくはないんですよね、結果的にはね、残念なことに関係なくはない状態なんです。で結局ね、今日もね、もう血液検査もしました。しましたしね、だから血液検査だけでもね、白血病に関することも、明らかになりますのでね、今の僕の状態を把握できると考えれば悔しいけど良かったんかなって思います。悔しいけどね、今の現状が分かるのがね良かったんちゃうかなと思うんですけどもね、良かったんかな、どうなんでしょうね。いや良くないよなって、何もなかったらね定期検診でね2ヶ月に1回ちゃんとね、来れたはずなんでね、くそやっぱ悔しいですね。はい、というね感じで、もうそろそろ、核検査は終わった後の診察が近づいている時間になっております。はい、もう今日もね、白血病と同じ日とね同じ日のように、LTFU 外来がねやっぱり一応あるんですよ、ね。この1週間どうでしたか安さんって言ってね、事前に看護師さんからね、看護師さんに僕の状況をこのやんわりとねこう伝えることができるんですよね、それで話聞いてもらったらね、この1週間こんなんでした、こんなんでこんなんでねっていう風な感じで話を聞いてもらってからの、いつもの血液内科の先生に、今回は、肺炎のことを聞いてもらいます。はい、もう肺炎か呼吸器かになるんやろうけど、そこじゃなかったんですよね。呼吸器内科あると思うんですけどね、僕はね血液内科で肺を見てもらって、肺炎を見てもらってます。はい、普通のね内科と同じらしいんでね、でも血液内科というところで見てもらうんですけども、はい、なんかもうようわからん感じでございます。はい、ということでそろそろ行ってまいります。今回の結果は次回の動画でお伝えします。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。